ビッグ・ジョー・ターナーはアメリカのブルースシンガー。身長182センチメートル、体重136キロという巨漢を生かして叫ぶように歌う、シャウト・ブルースというジャンルのブルースを作り上げた一人でもある。彼の代表作、シェイク・ラトル・ロールはロックン・ロールの定番曲としてビル・ヘリーをはじめ多数のアーティストにカバーされた。水売り州カンザス生まれ、 4歳の時に父親が電車事故で亡くなる。教会の聖歌隊に所属し、音楽に興味を持ち始める。14歳の時に学校を中退し、カンザスシティのクラブで歌手として働き始める。やがて彼は歌うバーテンダーとして知られ始める。ブギウギピアノの名手、ピート・ジョンソンと出会い、タッグを組む。1938年、二人の活動に注目したジョン・ハモンドが、 ターナーとジョンソンをニューヨークに呼び、フロムスピリチュアルズとスウィングに出演させた。そこで彼らは、ロール・エム・ピートを演奏し、大きな反響を生んだ。1939年には、ボカリオン・レコードと契約し、チェリー・レッドや、ウィー・ベイビー・ブルース等を録音する。また、ビリー・ホリデーも出ていた、ニューヨークのカフェ・ソサイティの常連出演者になる等、プロの道を歩み始める。 1940年、デッカレコードに移籍、パイニー、ブラウン・ブルースを録音する。ジョンソンとだけでなく、ウィリー、ザ・ライオン・スミスや、フレディス・ラック・ストリオとも一緒にレコーディングした。1945年に、ナショナルレコードに移籍。マイ・ギャルズ・ア・ジョッキー、アラウンド・ザ・クロック等を録音。また、アラディンレコードから、ワイノニー・ハリスとカップリングで、バトル・オブ・ザ・ブルースが発売された。 1951年、カウントベーシーオーケストラとアポロシアターで演奏しているところを、ネスヒ、アーメット両名のアーティガン兄弟に注目され、アトランティックレコードと契約を結ぶ。そこで彼は数々のヒットを飛ばす。バンピアノマン、ウォールズヒズオーケストラとタッグを組み、アトランティックでのデビューシングル、チェインズ・オブ・ラブをリリース。R&B チャートの2位というスマッシュヒットを記録する。 1954年、チャールズ・カルホーン作のシェイク・ラトル・アロールが R&B チャートの1位を記録する。黒人だけでなく10代の白人にも受け入れられる大ヒットとなった。すぐさまビル・ヘイリーがカバーし7位を記録する。デビュー当時からスイングしてブルースを歌うスタイルは一貫して変えていない。そしてそれはアトランティックにおいても同じだった。その後も、 フリップフロップフライ、ハイドシーク等をヒットさせている。1956年発売のコリーニコリーナではポップチャートの41位を記録する。しかし、1958年発売のジャンプ・フォー・ジョイを境にターナーはヒットが出せなくなる。ターナーはアトランティックでの絶頂期を終えた後、1960年から1970年代までジャズ歌手に転向する。 1966年、当時活動の拠点をアメリカ以外の国に移していたヘイリーがターナーをメキシコでスターにするために手助けもしている。1983年、ターナーはブルースの殿堂入りを果たす。その2年後の1985年11月24日、心臓発作で死去する。74歳だった。その2年後、 ロックの電動のパフォーマー部門に認定されるアトランティックレコード在籍時のミシルス。ありがとうございます。